キング・ジョージ島にあるイタリ生産者聖堂南極の地図、南極にも教会はいくつかある。この記事で扱う南極の教会とは、南極大陸本土と南極収束線の南に建てられたキリスト教徒のための教会を指す。南極条約第6条では、南極とは南位60度線以南の陸地と棚氷である、と政治的に定義されている。 そして自然界において最も近い境界は南極収束線にあたる。南極大陸本土には境界が8つあり、そして南極収束線の南にはさらに2つある。地球上で最も南にある宗教関連の建物は EN バートラブヌナタックのベルグラの通基地にある氷を削って作られたカトリックの境界チャペルオブアーレディオブザスノーズである。 キリスト教のためだけに使える自立構造物はとても少ない。だが大部分の南極観測基地には小ぶりなミーティングルームがあって、キリスト教徒も世界の他の宗教徒もそこを宗教的祭祀のために使える。雪の聖堂ではモルモン教、バハイ教、仏教などの他の信仰グループも礼拝を催すことができる。これらの宗教的建築物は、 南極にいるすべての人間のためにある。これらの人々は、およそ40ある通年基地と、夏季限定の基地、キャンプ、避難所に広く分散している。以下は、南緯大陸本土及び、南緯60度以南にある教会と、宗教的な建物の一覧である。以下は、南緯60度以北かつ南極収束線以南にある、宗教的な建物の一覧である。 雪の聖堂サンフランシスコでアシスチャペルイタリ生産者、聖堂サンタ、マリアレーナベルグラのツーベースアイスチャペルノルウェージャンルテランチャーチ、ノートルダムデベンツリラの聖ヨアン聖堂チャペルオブ、サンチシマビルヘンデルーハン南極にある教会の一覧。ありがとうございます。